実況ジ,ジャパン、A レコードインカラーより、日本風の内装を施した辞邸モーティマー・メンペスは、オーストラリア出身のイギリスの画家、版画家。ホイスラー、川辺教祭に支持し、イギリスのジャポニズムを敬引した、代表格となった。オーストラリアのアデレード郊外で、不動産開発業者の次男として生まれる。 両親は、ロンドンからの移民で、メンペスが生まれて間もなく火事で不動産を失ったため、建築関連の雑貨商に転業し、1875年に家族と共に帰国し、チェルシーに今日構えた。メンペスは、アデレードのデザイン学校に通った後、1878年に、エドワード・ポインターが学長を務めるロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アートで、本格的に絵画の勉強を開始する。 1880年に、ブルターニュへ、スケッチ旅行した際に、ウォルター・シッカートを通じてホイッスラーと知り合って、弟子となり、工房の助手として、エッチングを習い、日本趣味の先駆者でもあったホイッスラーから、日本美術の訓導を受ける。その才能とホイッスラーの推薦により、1880年には、ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの夏の展覧会に、初めて作品が展示され、その後も、 常連の展示作家となった。ホイスラーはオーストラリアから来た新進の画家として、メンペスを大いに後押しし、一時は同居もし、メンペスの次女、ドロシーの大父にまでなる仲となった。メンペスは1886年にオスカー・ワイルドの次男の大父になった。メンペスは1887年に日本を訪問し、翌1888年に日本を題材にした。 展覧会で大成功を収め、19世紀末にイギリスで起こったエッチングリバイバルの主要人物となった。展覧会を見た師匠のホイッスラーは、自分のアイデアを横取りされたと憤慨して倹悪な仲となり、1898年に自らが設立した版画からの教会にもメンペスを参加させなかった。 芸術が生活と共にある日本の暮らしに感銘したメンペスは1899年にロンドンの中心地チェルシーに日本風のインテリアを施した自邸を建設した1900年に週刊誌の戦場画家として防和戦争の取材のため南アフリカに派遣され戦争終結後も1902年から1917年にかけてビルマ、エジプト、インド、中国、 日本、カシミール、メキシコ、モロッコ、イタリア、フランス、スペインにも足を伸ばし、エイリの旅行書を数多く出版した。特に1901年間の日本旅行記1903年のエドワード7世のインド皇帝即位式を描いたインド旅行記は、ベストセラーとなった。1880年から1914年の間に、 700を超えるエッチングやドライポイントの版画作品を残した。ホイスラーが没した翌1904年には恩師との思い出を綴ったホイスラーズアイニューヒムを表した1909年にロンドンの自邸を売却し晩年の30年間はバークシャーの小さな村で果樹園メンペスフルーツファームを経営した。1854年の日本の開国以来欧州 特に、イギリスとフランスの美術界で、ジャポーニズム熱が高まり、メンペスも1887年に来日し、その暮らしぶりや習慣を貸し者、社会のあらゆる階層に芸術が浸透し、芸術家や工芸家を尊敬する日本に感銘を受けたという。滞在中は、フランシス・ブリンクリーや女性やコンドルの浮世絵の師匠でもあった、川鍋辺教祭を彼らの紹介で訪ね、その手法を学んだ。 帰国後の1888年4月にウエストエンドのボンドストリートにあった有名画廊ダウデスウェルズギャラリーでペインティングスドローイングスエチャイングスオブジャパンと題した個展を開催し140点の絵画と40点のエッチングを展示3日間で全作品が売り切れるほどの盛況となったメンペスは日本滞在中に 日本特有の木工技術や配置バランスを取り入れた200個の額縁を日本の木工職人に作らせており、それをロンドンに送ってホッキスラーの額縁誌に金彩式させたものを展覧会でも使用した。この日本風味の額縁に入れた作品を壁に緻密な規則性を持って並べた展示方法も目新しく雑誌で絵入りで紹介されるほどだった。 商業的成功だけでなく、批評家からも好評を得て、売れっ子画家となったメンペスは、庶民の生活にまで芸術が溶け込んだ。日本のようになることを望んで、版画を精力的に作り、誰にでも買いやすいようにと、価格も安価にした。1897年には、娘のドロシーと共に、日本に8ヶ月滞在し、ロンドンの自邸のための調度や装飾品をデザインし、 日本の職人70人に発注した。同年に日本を題材にした二度目の個展を開催し、1899年7月にスローンストリートにほど近い25カドゲンスガーデンズに日本の装飾で内部をしつらいた辞典をアーサー・ヘイゲート、マックムードの設計で建て、内装の写真をプロマイドにして知人らに配った。この辞典は1909年に売却され、 ピーター・ジョーンズ百貨店の所有物として、建物自体は残っているが、内装に使われた装飾品や調度品はオークションにかけられて離散した。1901年には、ドロシーと共著で、ジャパン、A レコードインカラーを出版した。同書は1万9千部を売り、傾きかけていた版元の A&C ブラック社を再生させた。ありがとうございます。